はい、皆さんこんにちは。ワンダリングRPGです。では今回はパワープロ2020栄冠の続きをプレイしていきたいと思います。甲子園大会にもね、出場できるような力をつけてきています。で、今回は夏の甲子園大会予選、ここからプレイを始めていきたいと思っています。で、もうそれなりにね、力がついてきましたので、このまま普通にプレイしても少しね、単調なプレイになってしまうかなと思いましたので、ここからはですね、脳筋プレイ、脳筋縛りでプレイの方をしていきたいと思います。まあ、今更かよというね、こともあろうかとは思うんですけども、ここからね、少し自分に足かせをつけてプレイの方をやっていきます。具体的にはですね、練習内容を投手であれば球速アップ、野手であればパワーアップのみに限定してですね、本当に脳筋だけで甲子園の優勝を目指すというプレイをね、やっていこうと思っています。でその他だと、まあ、例えばですね、試合で監督が一切指示を出さないとか、いろいろ条件を考えてみたんですけども、なかなかね、難しいかなというのもあって、一番ね、シンプルにできる縛りとしては、この脳筋プレイがいいかなと思って、脳筋プレイにさせていただいています。で当然、変化量とかスタミナ制球や、投手であれば、野手であれば走力、守備、補給っていうものが上がりにくくなりますので、そこは練習の内容でカバーしていければいいかなと思っています。では早速続きをプレイしていきたいと思います。目指せパワー全員 S っていうね、そういうところを目指してやっていきたいと思います。脳筋にしたからといって他のパラメーターが上がらないのかというと、上がりは鈍いものの上がりはするので、そういうところでね、しっかりカバーをしていって、全体的な底上げを図っていければいいかなというふうに思ってます。はい、では、甲子園予選大会ですね、プレーの方を始めていきましょう。1回戦目はシードで免除されてますので、2回戦目からになります。相手は習志野水産高校、総合戦力 D ですね。で我々の方のスターティングラインナップですね、こちらもご紹介をしておきたいと思います。まず1番の町田君、流し打ち、ミート A、パワー A、この辺りはですね、将来的には全員パワー S を並べるっていうね、それぐらいの脳筋プレーにしていければいいかなと思っています。で小松君はね、盗塁 A で走力 S まで上がっています。4番の安田君、パワー日持ち、パワー S。5番、角井君、パワー S。藤本君はね、転生プロになってますけども、まだね、パワーは C ですが、チャンスメーカー持ってます。7番、朝原君、もうすぐパワー S。8番、藤枝君は、キャッチャー A。横山君、ちょっとね、調子を落としてるんですけども、球速もうすぐ160キロっていうね、転生プロになります。では、これで。もうね、全打席ホームラン、全員全打席ホームラン狙いっていうね、そういう脳筋チームに育てていきましょう。はい、最後はコールド勝ちで2回戦目突破してます。本当だったらね、脳筋プレーではなくて、しっかりバランスの取れた守備とか走塁もできるチームにする方が甲子園大会のね、優勝に近いと思うんです。近道だとは思うんですが、ここは脳筋プレーにこだわっていきましょう。では3回戦目ですね、勝浦北高校が相手です。3番齊田君、3割4分6分3割4分6厘、ホームラン12本。4番の相川君に関しては打率が6割6分7厘っていうね、驚異的な数字だけど。さあでは2回の裏、1点ビハインドですね。今回は朝原君が張り切るボーイです。パワーです。さあその朝原君ですが、同点ホームラン。打ち勝つ野球をするしかないので、この1点差っていうのは怖いですよね。もう2点、2打席連続、しかも場外。2点差でも怖いぐらいですね。できれば4点、5点とリードして、終盤の回に入っていくと、まあ、うちのチームでも、まあ、勝てるかなっていう感じがしますけどね。さあ、思考を研ぎ澄ませていきます。これも入るか、入る、スリーランホームラン。終盤に捕まえましたね。横山君、球数が107球か。一回励ます使っておきますか。はい、守備の乱れがあって2点追加点取られましたが、ゲームの方は6対3と3回戦突破しています。では続いて4回戦目ですね。総合戦力 D 幕張高校との一戦になります。これといって怖いバッターはいないかな。ただ打率がみんな3割近いですね。で今回我々のスターティングラインナップなんですけども、角田君、5番角田君が絶不調だったので、5番には2年生の吾妻君を起用しています。パワーは B ですね。張り切るボーイは町田君です。あとはね、序盤で点を取っていきたいなと思うんですけど、幕張高校っていう高校あるのか、幕張総合高校っていうのはね、僕がちょうど中学校3年生とかそれくらいの時に、確かね、幕張総合高校っていうのができたと思うんですけど、今、幕張総合高校があるのかどうかもわかんないですけど、幕張高校っていうのがあるのかな。あったとしてもあんまりね、なんか甲子園出場するような、スポーツの強い高校っていうイメージはないですけど、まずは1点先制しましたね。はい、町田君がここは逆方向へのツーランホームラン、第1号ですね。はい、2番犬伏君もツーランホームランです。点差をね、広げました。1点返されてるんですけども、これで6対1と5点リード、まあ、セーフティーリードになったかなと思います。はい、ゲームの方はそのまま6対1で逃げ切っています。5回戦目に駒を進めましょう。もっともっとね、パワー S なんでホームランをどんどん量産してほしいんですけど、今回中軸に当たりが出ませんでしたね。1番、2番のそれぞれ町田君と犬伏君にホームラン、ツーランホームランが出ている以外に、中軸3、4、5、6あたりにホームランが出ていません。心配です。では準決勝です。市原学園高校総合戦力 C。3番、4番がね、ホームラン出てますね。4本、5本と。ここも打ち勝つ野球でいきましょう。今回の張り切りボーイは2番犬伏君、ミート A パワー A なんですけど、まあ、率もホームランも数字がね、能力には伴ってないかなと思うので、上げてきてほしいなというふうには思っています。まあ、前回の試合ではホームランを打ってくれてるので、まあ、パワーもミートもあるのは実証済みなんでね、あとはどっかで覚醒してくれれば一気に得点力がアップするかなというふうには思っています。いや、これはラッキーだな。同点に追いつきましたね。レフト前ヒットとレフトがボールをね、後ろにそらしてる間にうまい具合にはまってくれましたね。ではスクイズ、点を取りに行きましょう。一塁アウト、ゲッツーか。点が取れなかったな。スクイズもね、数字が1とか2だったらやらないんですけど、今3だったのでいけるかなと思ったんですけどね、まあ、同点止まりというところです。はい、3対2と1点リードの場面、9回の表、ノーアウトランナーが満塁と。ここでね、1点差のまま9回の裏を迎えるのは怖いので、なんとかここビッグイニングにするぐらいの勢いで怒涛の得点を見せてほしいところなんですが、これは頭を越えないですね。まあ、藤枝君はね、肩を鍛えていた関係でまだまだパワーっていう意味ではね、このチームの中では最下位クラスなんで、まあ、しょうがないかなとは思いますが、できればね、あそこでホームランとかってなってくると、パワー S の高校らしくなってきますよね。まあ、ただ、これからはね、もう肩を鍛えることもできなくなってきてしまうので、ちょっと怖いは怖いですよね、脳筋プレーの怖さ。1点止まりというのは怖いので、本当にもう1点、2点は欲しいな。1番の町田君。2エンド2からポテポテの当たり。これは三塁がさばいてスリーアウト。最終回はじゃあ横松君に任せましょうか。須山か、いや須山君でいこう。須山君なんか調子いいしね。まず伝令出して守備を盛り上げます。究極の思考も発動して攻めていきましょう。はい、9回の裏ね、ホームランを打たれて1点差に迫られましたが、このまま逃げ切っています。これで決勝戦に駒を進めることができます。もう甲子園の常連校になってきているので、まあ、安心して見てはいられますね。あとは甲子園に出て深紅の大優勝旗を持ち帰る。はい、決勝は鴨川大附属高校ごめんなさいね、総合戦力 C です。 B とか A と当たってこなかったのは嬉しかったな。しかも魔物が発動できるので、ここは魔物をもう発動して序盤で点を取りに行きましょう。よし、これは抜けていくですね。まずは1点先制。1点止まりだったんだな。終盤にしても良かったかなっていう気がしますけどね、魔物の発動は。2点、3点と取れれば良かったんですけどね。これは犠牲フライにはなる。これで2点目。先行チーム、ついに同点に追いつきます。左スクイズ掴んだ。スクイズ成功。先行チーム、ここで勝ち越しました。流し打ち破った。井上二塁回って三塁へ。小松ツーベースヒット。さあチャンスを広げました。はい、7回の表、6対5、1点リードの場面、ワンアウトランナー三塁二塁です。実はこの前に逆転されていて、2者連続スクイズで逆転しました。で脳筋プレーと5つですね、ここはスクイズします。ここがね、見ている皆さんからするとふざけるなと、この回取った3点全部スクイズで取って、それで本当に脳筋プレーなのかと、まあいうね、お叱り当然出てくると思うんですけど、脳筋プレーをするといってもやっぱり甲子園に出ないと意味はないので、練習はね、脳筋一辺倒なんですけど、ここは点を取るときにスクイズがね、5であればスクイズを狙っていく、あそこはねしっかり勝ちにこだわっていきましょう。はい、8回の裏、ワンアウトランナー三塁二塁、1本ホームランが出れば逆転されるっていう場面ですね。2からここはファーストゴロ。前進守備を敷いていたのでランナー突っ込んでこなかったですね。このまま0点でいきたいな。2からちょっと待ってくれ、あそこでへばるか、へばられちゃいましたね。ここはちょっと励ましておきましょう。1点のリードのまま9回に行きたい。大丈夫かな。よし、これで最終回に入ります。送りバントするっていう場面でもないので、まあ、流し打ち、いや引っ張りかな、進塁打になってくれれば最悪 OK っていうね。よし、これはフェンス直撃の通です。これで3番、4番、5番とクリーンナップに回ってきますね、チャンスで。今日2本のヒットを放っている小松。ここからは一発が見たいな。これは抜けていくぞ。外野前進守備、その間を抜けて2点タイムリー。そして4番の安田君。3割1分1厘、ホームラン5本。これはタッチアップしますね。2塁から3塁へ。いい返球だな。で、今日ね、角井君がね、調子絶不調なんですよね。まあ、それでも起用してるんですけど、絶不調からの一発があるか。これはどうだ、もう一伸びないか。調子がね、普通だったら入ったかなっていうね、そういう当たりだったとは思います。では、最終回ですね、渋沢君に投げてもらいましょう。もう伝令が使えないので、あとは渋沢君のポテンシャルにかけましょう。まあ、球速もね、150キロ近くあって、シンカーとカーブ、それぞれ変化量4あるので、まあ、投げ切ってはくれるかなとは思います。ただね、来年以降が納金プレーになるので、心配な点にはなってきますね。これは抜けるか、大丈夫。よし、一塁はアウト。こういうプレーも先期限りですね、きっと。来年の納金プレーになったら、こんないい守備はきっとしてくれないと思うんですけど。これで、夏の甲子園大会3年連続出場になります。では、今回はね、ここまでにさせていただいてですね、次回合宿からプレーをしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。